行くぞ。こちらキニス、スタッフ対6、マル6、遅れ。第二小隊指揮者より中隊本部、応答せよ。2号車、聞こえるか。3号車、答えろ。本部、こちら201守備隊、本部応答せよ。本部、聞こえる。Yeah!
した。指定座標を攻撃せよ。指定座標を攻撃せよ。落ちてこげよ。敵歩兵隊を発見。ここ第一師団でも戦力の特殊であるとして、その標的攻撃をめぐって政府内にも君の正体のレイバーは機動戦争だが、どういうわけだ？は？レイバーだ。なぜ寝たままなんだ？わけを言いたまえ。ああ、これですか。故障であります。何？故障？特殊二課は故障したレイバーを担いで出動するのか？嘘をつくな。本当です。それでもやります？これは現場指揮に対する明白なサボタージュだ。警備部長に報告する。覚悟しておけ。はい、後藤。俺だ。テレビで拝見してるよ。宮遣いは辛いってとこか。子分の勇み足で引っ込みがつかなくなって頭に血が上ったのさ。バカな親分の下にいると苦労するよ。こちらも同じさ。悪い軍隊なんてものはない。あるのは悪い指揮官だけだってね。各地の牢城の責任を取るってことで陸海空の幕僚長たちが一斉に辞任したよ。本当か？30分ほど前だ。直に報道されるさ。遅すぎたよ。ここまでこじれた後じゃな。米軍が手のひら返せばそれまでだ。真相を公表するタイミングを逸しただけでなく、事態を収拾するチャンネルも消えちまった。ああ、聞きたくなくなってきたかな。聞いてもらうさ。ここからが本題なんだ。政府は自分たちのことは棚に上げて、ここまで事態を悪化させた警察を逆恨みしている。頼るに値せずってな。で、シナリオは変えずに主役を交代することにしたってわけだ。おい、まさか。そのまさかだ。素敵な話じゃないか。これが俺たちのシビリアンコントロールってやつさ。今度は俺たちがどんな戦争をするのか、それを見たがっているのかもしれんな。式に小松の錦もいるぞ。セグロ208、セグロ4および5、2208、